電気電気。やっほー、 SDGs ヒーローズきらめきヒーローだよ。ヒーローは身近にできることから SDGs に取り組んでるよ。今も電気ちゃんと消したっけって思って見に行ってたんだ。今そんなことって思った？これすっごい大切なことなんだから。その通りじゃ。もう森蔵とキッコロ、僕たち愛知県の SDGs アンバサダーなんだよ。ヒーローちゃん、世界中のすべての人が今の日本と同じような生活をしたら地球 2.7 個分の自然資源が必要になると言われているんだよ。電気を生み出す石油や天然ガスの埋蔵量は約50年分しかないとされているんじゃ。日本は石油などのエネルギー資源の大半を輸入に頼っているから、エネルギーを効率よく使うことが大切じゃよ。エネルギー資源の消費を減らすことは二酸化炭素排出量の削減につながるから、地球温暖化防止の面でも重要だよ。家庭から排出される二酸化炭素の半分を電気が占めてるから、省エネ製品への切り替え、節電がポイントだよね。エアコン、冷蔵庫、照明などがエネルギーを多く使う家電じゃから、買い替えるときは省エネ性能をチェックしよう。環境にもお財布にも優しくなるぞ。エアコンの設定温度を適切にする、コンセントをこまめに抜くなど、節電も心がけようね。それから再生可能エネルギーの普及も重要だよね。再生可能エネルギーは発電時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーじゃからな。再生可能エネルギーに力を入れている電力会社を応援することで普及を後押しすることにつながるよ。最後にもう一つ、水もとっても大切な資源じゃよ。日本は雨もいっぱい降るし、海に囲まれてるから水はたくさんあるよね。日本は水に恵まれてる国じゃが、世界的に見ると地球上の水のうち利用できるのはたったの 0.01% なんじゃ。それなのに1日に1人で約300リットルもの水を使ってるんじゃよ。使いすぎだよ。貴重な水を守るために普段から節水を意識して水を汚さないようにすることが必要だよね。水を出しっぱなしにしないとか、汚れた食器は拭き取ってから洗うとか、できる取り組みはたくさんあるね。君も一緒にできることから取り組んで、地球1個分の暮らしを実現しよう。